パトリック郡はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は18,490人であり、2000年の19,407人から4.7%減少した。郡庁所在地はスチュアート町であり、同郡で人口最大の町は国勢調査指定地域のパトリックスプリングスである。 フィードモンと大地のうねりのある丘陵と谷があり、また山の多い州南西部に位置している。南軍の退役兵、1900年7月4日、パトリック軍は1791年に、パトリック・ヘンリー軍が、パトリック軍とヘンリー軍に分割されて設立された。パトリック・ヘンリー軍は1777年に設立されており、軍名はアメリカ独立時の指導者。 パトリック・ヘンリーにちなんで名付けられていた。パトリック軍が設立される前にノース名誉側の騎士、ハリファックス軍の領域だったところに、バージニア植民地では初期の砦があった。名誉砦の位置は現在バージニア州歴史標識が立っており、現在のパトリック軍に入っているポトマック川から南にノースカロライナ州まで建設された多くの砦の一つであり、ジョージ・ワシントンが 名誉砦などバージニアのフロンティアにあるいくつかの砦を巡回した1756年にはサミュエル・ハリス大員が砦の指揮官だった。バージニアのフロンティアにある砦としては最南端であり、フレンチ・インディアン戦争の時は戦闘が起きた。パトリック軍の初期開拓者の中で有名だったもの,の一人がエーブラハムペンであり、1743年に現在のアマースト軍で生まれていた。 ペンは1768年6月にアマースト軍民兵隊の注意に任官され、1774年のポイントプレザントの戦いの時にはアンドリュー・ルイス大佐の下で一個中隊を率いた。ペンは後に妻のルースと共に現在のヘンリー軍に移転し、後にビーバークリークプランテーションとなった土地の権利を得た。ペンは独立戦争時に ヘンリー軍とピットシルベニア軍双方の安全委員会に仕え、バージニア州議会にはヘンリー軍から大議員となった。ペンはその土地をヘアストーン家に売却し、家族と共に数マイルにし、現在パトリック軍となっているところに移転し、そこに自宅のポプラグローブを建設した。アメリカ独立戦争の時、大佐となっていたペンは、その指揮下に300名ほどの民兵を集め、 ギルフォード軍庁舎の戦いの時はナサニエル・グリーン将軍を補佐するために南に行軍した。ただし、この部隊が戦闘に間に合ったかについては疑問が残っている。ペン指揮下の民兵隊はユートースプリングスの戦いにも参戦した。ペンはヨークタウンの戦いにも参戦し、チャールズ・コーンウォリス将軍のイギリス軍が降伏する現場に居合わせた。ペンは パトリック軍で判事を長年務め、軍のまとめ役の一人となった。軍内にある未編入のマチペンズストアは、ペンとその子孫にちなむ命名である。ペンは1801年に死亡した。軍内のエイブラムペンハイウェイもペンにちなむ命名である。エイブラムペン大佐のイエポプラグローブ南軍の、騎兵指揮官 JEB スチュアートは、1833年2月6日に、 パトリック軍のローレルヒル農場で生まれた。パトリック軍生まれのハーブハッシュはメジャーリーグベースボールのボストンレッドソックスで1930年代終盤から1940年代初期までプレーした。ハッシュはリッチモンド大学野球の殿堂入りした。ハッシュはウールワインの生まれである。パトリック軍生まれのものとして1986年から1990年まで バージニア州知事を務めたジェラルド・エル・バリレス。1986年から1993年まで、バージニア州検事総長を務めたメアリー・スー・テリー。著作家で、バージニア州巡回裁判所判事を務めた、マーティン・クラークがいる。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は486平方マイルで、あり、このうち、陸地483平方マイル。 水域は3平方マイルで、水域率は0.56%である。パトリック群域には2つの地理的地域がある。3分の1は、うねりのある、ピードモント大地にあり、残り3分の2は、美しいブルーリッジ山脈にある。ブルーリッジパークウェイが、西のキャロル群や北のフロイド群との群境になっている。名誉取り出の歴史標識群内を走る。 アメリカ国土58号線以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。連邦政府がアメリカブドウ産地に指定したロッキーノブブドウ栽培地の一部が軍内に入っている。ボブチルドレス牧師が表した海藻機、山を動かした男の部隊がパトリック軍である。パトリック軍は州内でも大きな観光地の一つである。屋根付き橋が二つ残っており、 標高900フィートから3000フィート以上になる、山岳部は息を呑むような景観を提供している。パトリック軍は、バージニア州のブルーリッジパークウェイでは入り口になり、このパークウェイでは写真に撮られることの多い、マブリーミルからは、車で数分の距離にある。軍内には、フェアリーストーン州立公園もある。アメリカ東海岸では最も古くから開催している。 ビーチュミュージックフェスティバルがあり、伝説的なサカーのウッドブラザーズチームが本拠とし、年中あらゆる年代のあらゆる階層に向けて幅広い催しが行われている。ブルサン・マブリーミルパトリック軍公共教,教育学区には7つの公立学校があり、そのうち5つは幼稚園生から7年生、1つは幼稚園生から3年生、1つは4年生から7年生、最後の1つ、 パトリック軍高校は8年生から12年生を教えている。スチュアート小学校は2008年に州知事の VIP 賞を受賞した。近年スチュアート小学校とウールワイン小学校は結出したタイトル愛に指定された。2006年パトリック軍公共教育学区はスタンダードプアーズからバージニア州の優れた教育学区12の一つに挙げられた。べての学校が バージニア州から完全な信頼状態にあるとされ、2001年の落ちこぼれ防止法で定義された適切な年間振動状態にあるとされている。ありがとうございます。